神戸居留地競馬とは1868年年末から1874年秋にかけて神戸外国人居留地及びその周辺で居留外国人が開催した競馬である。1868年1月1日、1858年に結ばれた安政後過国条約に基づき兵庫港が開港し、神戸村に外国人が居住し商業活動を行うための 外国人居留地が設けられた。1868年12月25日、居留外国人が開港1年目のクリスマスを祝うイベントとして、居留地東北部の砂道で競馬を開催した。この競馬は、神戸外国人居留地における初の組織的なスポーツ活動であった。この開催は239分の常用金を出す成功を収め、それを受けて、 巨流外国人は、競馬司交代を作りその下で、定期的に競馬を開催することを計画した。翌1869年3月1日、当時の神戸外国人巨流地における主要な、外交官、実業家が多く出席する会議が開かれ、競馬司交代兵庫レースクラブの創設が承認された。HRC は、横浜巨流地の横浜レースクラブに続き、 巨流外国人が外国人巨流地に設立した二つ目の競馬主交代であり、かつ神戸外国人巨流地で最初に発足したスポーツ組織であった。4月17日、HRC の下で初となる競馬が前年のクリスマスと同様に巨流地東北部の砂道で開催された。開催当日は休日とされ、巨流地内の店舗は休業した。この慣習は、 横浜居留地でも取り入れられていたもので、以降の開催も同様に休日となった。この開催は盛況を博し、開催当日の夜に行われたパーティーでは早くも、次回開催に向けて寄付金が集められた。競馬場は、生田神社の東に建設された1871年、当時の競馬場園継。コースの向かって、右側手前が、第2コーナー、その奥が、 第3コーナー。向こう正面の右横に見えるのが、生田神社の鎮守の森。居留地東北部の砂道は本来は建設用地で、購入者が決まっていなかったため空地となっていたものを、競馬に使用していたに過ぎなかった。そのため5月になると競馬場の建設を求める声が上がるようになった。HRC は秋までに、 神戸外国人居留地の外、生田宮村の東西を、生田神社と旧生田川、南北を西国街道と中山で通りに挟まれた土地について、兵庫県を通じて、日本政府と借地契約を結んで、競馬場の建設用地を確保し建設工事に着手した。正確な着工時期や竣工時期は定かではないが9月末までには、競馬を行うコースの地ならしや、 柵の設置など基本的な工事が完了し、その後11月12日と13日に行われた開催までには完成した。コースの素材はダー後で、居留民のレクリエーションのためにも使用された。なお、HRC は9月に名称を、兵庫大阪レースクラブに改めた。11月12日から13日にかけて、 ホークの下で初となる競馬が完成したばかりの競馬場で行われた。それまで、居留地内で行われていた競馬と違い、居留地の外にある競馬場で行われる競馬は、日本人も自由に見学することができた。物珍しさも手伝って、この開催は大勢の日本人が見物に訪れ、それまでの中で最大の盛り上がりを見せた。開催終了後、 11月20日付の神戸大阪ヘラルド氏は神戸の競馬の前途は明るいと報じた。1870年以降も競馬は年2回のペースで開催されて活況を停止、1回の開催における開催日数は1870年秋以降3日に増加した。しかし競馬場はいくつかの構造上の問題を抱えていた。まず第2コーナーと 第3コーナーのカーブが急で、周波で走行できないほど急であった。またダートコースの水はけは非常に悪く、横浜競馬場のようにコースに芝を張ることが検討されたものの技術的に困難であるという理由から断念された。ホークの内部ではコースの補修を行うか別に用地を確保し新しい競馬場を建設するべきであるという議論がしばしば、 持ち上がり、1870年7月に開かれた総会で将来的な移転を見据えつつ改修工事を行うという結論に達した。そんな折、11月になって日本政府が競馬場が建てられていた土地を鉄道の敷設のために接収する計画が明らかとなった。ホークはこの計画を利用して新競馬場建設のための土地と費用を日本政府に 用意させようとしたが、大体地の選定や新競馬場の造成費の負担をめぐって、交渉は難航し最終的に、日本政府が路線を競馬場の南側に迂回させることを決断したため、鉄道敷設に伴う新競馬場建設の可能性は消滅した。現在の生田東門商店街1873年から1874年にかけて、 日本の経済状況は悪く、その影響は、神戸外国人居留地の居留外国人が行う、商業活動にも影響を及ぼした。さらに講述する、競争場の問題が加わって、多くの会員数は減少し、それに伴い競争場の等数は開催の成立が危ぶまれるほどに減少した。開催日数は1874年春に2日。 同年秋に1日と減少し1875年には開催が中止に追い込まれた。同年秋、ホークは日本政府に対して経済状況の悪化を理由に借地料の減額を請願し、さらに居留地東側にある内外遊園地の外周部分に新コースを建設する計画を申請したが、いずれも却下された。その結果翌年は、 借地料の支払い不能により接収され、それに伴い競馬場は日本側に返還されることになり、ホークは1876年以降、競馬を開催することができなくなった。資金難から新たな競馬場を建設する見込みも立たず、ホークは1877年11月をもって解散した。この後、神戸外国人居留地で競馬が行われることはなかった。 競馬場の跡地には店舗が立ち並ぶようになり、神戸市街の中心地が三宮に定まると同市を代表する観楽街の一つである、生田東門商店街が形成された。同商店街の通りは S 字に曲がっているが、これは競馬場のコース形態の名残である。なお、 1872年春の開催より、あと、1874年春の開催より、前の時期については、開催の詳細を記録した資料が現存していない。日本三馬と中国三馬は共に対抗が低く、ポニーと呼ばれた。神戸居留地競馬で競争馬として使用されたのは、日本三馬と中国三馬である。その他、1869年秋までは、 障害競争用にホースと呼ばれる日本サンバや中国サンバより大型の馬も使用されていた。日本サンバは総じて気象が荒くしかも順地が行われていなかったため、レースでは起乗者の指示に従わずにスタート直後から全力で失踪しスタミナ切れを起こす欠点を持っていた。それに対し中国サンバは順地が十分になされており、日本サンバのように スタミナ切れを起こさなかった。これらの要因から日本サンバは中国サンバよりも能力的に大きく劣った。日本サンバと中国サンバのいずれを重視するべきかについてはフォーク内部で意見の対立があり、日本サンバ重視派は日本サンバを用いることで日本の馬産の発展に資することができると主張し、さらに 日本サンバと比べて高価な中国サンバを重視しすぎた場合、視力に優れた馬種によって賞金が独占されてしまう懸念や賭けによって資金を確保するために矢を調を行う危険性があると指摘した。これに対し中国サンバ重視派は日本の馬さんの発展など考慮する必要はなく能力に優れた中国サンバを走らせることで より本格的な競馬を行うことができると主張した。実際には初期の開催では日本サンバ及びそのバッシュに配慮した番組編成がなされたものの次第に中国サンバに重きを置いた番組編成がなされるようになった。それに伴って競馬は中国サンバを購入できる視力のあるバッシュによって独占され視力の乏しいバッシュはフォークを退会していった。 最後の開催となった1874年秋の開催では出走した日本サンバはわずか一頭で、それまで施行されていた日本サンバ限定競争は施行されなかった。神戸居留地競馬の番組はほとんどが平地競争によって構成され、数は少なかったが、障害競争も行われていた。このうち平地競争には日本サンバ限定競争、 中国三馬限定競争、日本三馬と中国三馬の混合競争の三種類があった。障害競争には日本三馬限定競争、日本三馬と中国三馬の混合競争の二種類があり、その他前述のように1869年秋まではホースによる競争も行われていた。障害競争は1872年春まで施行されていたことが確認できるが、 1874年には施行されていない。その間の開催の詳細に関する資料は現存していないため、いつから施行されなくなったかは不明である。前述のように、日本三馬と中国三馬との間には大きな能力差があったため、日本三馬と中国三馬の混合競争では中国馬が優勢であった。神戸居留地で施行されていた主要な競争は、 以下の通り、1869年に建設された、競馬場の規模は高渉で総敷地6000坪、コースは、左回りのダートコースで一周1150ヤードで、あったが実際には総敷地5113坪3号、コースは一周950ヤードに満たなかったと、言われている。競馬場は前述のように、第2コーナーと、 第3コーナーが周波で走行できないほど急で、その上コースの水はけが悪いという欠陥を抱えていた。さらにそうした欠陥を抱えていたがゆえに、しばしば競馬場の移転が検討され、移転までの仮の競馬場とみなされがちであった。影響から競馬場の施設は十分な補修が、施されないまま放置されがちであった。競馬開催時には、競馬場内のスタンドのほか 周辺の土地を借りて小屋を建てて観客を収容した。なお、1868年のクリスマスと1869年春に競馬が行われた居留地東北部のコースは一周が約800メートルほどであったと言われている。神戸居留地競馬はギャンブルの対象となり、ホークや居留地内で営業する複数の商社がロトリーと呼ばれる馬券を神戸 川口両居留地内のホテルで販売した。馬券購入の際の検討資料としては、新聞が予想記事を執筆したほか、各競争に登録した競争馬などを記載したレースブックと呼ばれる本が発売されていた。なお前述のように、日本サンバと中国サンバのいずれを重視するべきかという議論においては、高価な中国サンバを重視すると場所が、 その購入代金を捻出するために矢尾町を仕組んで競争結果を操作する危険性が指摘された。横浜居留地では1862年に横浜レースクラブが成立し、1866年から横浜競馬場で競馬が開催されていた。アークとホークの交流は、まずホークの会員によるアーク会員が所有する競争場の購入という形で始まった。 主な馬に、前述のサンズ・ロプロチェアでライトがいる。1871年春になると、ホークに所属していた競争馬が、アーク会員の名義で、横浜競馬場の競争に出走するケースが、見られるようになった。さらに1872年春になると、ホークに所属する競争馬が、ホーク会員の名義のまま、横浜競馬場の競争に出走するようになった。 出走したのは、銀ン,ンとジェンセリックの2頭で、銀ン,ンが一勝を挙げた。その後も1872年秋に、ジェンセリックと、地イ、1873年春に、クルセーダーと地イ、1874年春に、ゲームコックとウッドコック、フレールタック、1874年秋に、フィナーレが出走した。このうち1872年春に出走した。 銀ン,ント1873年春に出走した、クルセダーは開催後アークの会員に購入され、横浜で競争生活を送った。一方、1872年秋には、アーク所属の競争場3頭がホークの開催に出走したが、いずれも未勝利に終わっている。この開催以外で、アーク所属場が神戸で出走したという記録はない。ありがとうございます。